ドウィルソンはアメリカ合衆国ノースカロライナ州ダーラム出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のピッツバーグパイレーツ所属。2016年の MLB ドラフト4巡目でアトランタブレーブスから指名されプロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフコーストリーグブレーブスでプロデビュー。9試合に登板して1勝1敗、防御率0.68。 29奪三振を記録した。2017年は A 級ロームブレーブスでプレーし、26試合に先発登板して10勝7敗、防御率2.50、139奪三振を記録した。2018年、マイナーでは開幕から A 級フロリダファイアーフロッグス、A 級ミシシッピブレーブス、トリプル A 級グーイネットストライパーズでプレーした。 8月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしメジャーデビューとなった同日のピッツバーグパイレーツ戦では先発して5回を無失点の投球で勝利投手となったこの年メジャーでは3試合に登板して1勝0敗防御率6.436奪三振を記録した2021年7月30日にリチャード・ロドリゲスとのトレードで リッキー・レビトと共にピッツバーグパイレーツへ移籍した。ありがとうございます。